はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。とりあえず投手の登板が終わったので体力が結構減ってますね。寝ましょう。で、今日は中日戦か。で、中日戦が終わると巨人戦が続いて、阪神戦で登板日か。じゃあ試合に行きましょう。5位のドラゴンズ、マジック25。よし、気合を入れていこう。今日は大瀬良さんが先発、ビシエード、荒木、大島、平田、ゲレード、福田、堂上、杉山、大体いつものスターティングオーダーですね。まあそんなコロコロ変わるとも思えないけど。名古屋ドームです。チャンスだ、これは。ただ2アウトか、ものにしたいね。ちょっと待って、さっきまでね、ちょっとね、サクスペをね、やってたからね、こういう高めの球とかがね、感覚がだいぶ違うんですよね。よし、これはただ、幸先がいいね、ビシエド、パワーがあるからね。トップバッターはビシエド。うわ、ちょっと待って、これは無理でしょう。いや、俺のせいじゃないよ。今のは取れないよ。よっぽど守備が良くないと。ちょっと待って、連打は浴びてないか。これでワンアウト。わりかしビシエド飛び出てたね。投げました、打ちました、セカンド左横のゴロ。おお、さすが。スリーアウトチェンジ。鉄壁の二遊間。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは平田か。空振り三振、バッターアウト。まずは先頭バッター三振に仕留めました。投げました、打ちました、破った、あ、抜けた。ボールは中継。ゲレーロ、いいバッティングを見せました。右バッターボックスはワンアウトからのランナーか。お、待て、これは、いや、これ多分普通にさ、二塁とかさせないよね。相当前進守備じゃないと。おわ、フォアボールか、マジか。これで塁が埋まりました。大丈夫か。ちょっと下位打線とはいえ、ピッチャー吉見か。これは打たれたくないね。おお、さすが。下位打線だったのが助かったね。3点リードは変わりません。さて、2アウトの塁が出てないってことは、ちょっと誰も打ってくれなかったのかな。バッターよく見ました。第2球、投げた、ボール、カウンター2ボールのストライク。結構際どいところを攻めてくるね。投げた、打った、これは強烈、いった、1直線、入った、ホームラン。第25号、25 2打席連発、狙っていたでしょうか。完璧に狙ってた、狙ってた。常にホームラン狙いだからね。これはでも続き OK。 これでワンアウト、ランナーはありません。バッター2000本安打の好打者荒木、第1打席はレフト打った、痛烈な抜け、ダイレクトでボールをない。おお、2アウト。ダイレクトか。投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、アウト、スリーアウトチェンジ。よしよしよし、名古屋ドームからお送りしております。いい感じで抑えたね、3回は。中日ドラゴンズ対広島、4回の裏、4点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、トップバッターは平田。インコース高め、スローカーブなんて言ってんだね。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げました、145キロ直球。こっから見るとさ、ボールなのかストライクなのか全く分かんないかんな。打った、ショートの頭上、ショート落下点に入りました。これはショートフライ。めっちゃ高く上がってんね。スリーアウトチェンジ。大瀬良、この回シャット3人で抑えています。おお、またチャンス。今日はいいね。吉見の防御率が心配だな。だってここで打ったらさ、あ、無理だ。ホームランは出なかったけど、これ刺されたんじゃん。今の菊池さんだよね。菊池さんでも足速かったよね。それも、ちょっと待って待って待って、そんなことを言ってる場合じゃない。取った、危ねえ。こういう時にな、やっぱ守備力が高い方が早めに着弾点につけるからね。
これでツーアウト。やっぱり草野ってそう考えるとすげえ外野手なんだな。投げました。初球打った。これはセカンド正面。おお、いいね。流れるように投げる。ドラゴンズこの回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターはビシエド。打った。ショートバウンド取った。菊池軽快な守備を見せました。これでワンアウト。これちょっと前に出てる。今前進守備になってたりする。分からんな。サードから一塁送球。自分の定位置がよく分からん。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは3番大島。今日はセカンドへのヒット。ストレート、空振り三振。名古屋ドームからお送りしております、中日ドラゴンズ。お、またチャンスだ。いいね、チャンスですげえ回してくれるね。はしまった。これはゲッツだ。すいません。あ、でもその間に1点入った。本当に最低限の仕事をしたって感じだな。先頭バッターは平田。打ちました。ライト落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。右のバッターボックスは5番ゲレール。これが3度目のバッターボックス。あ、これは大丈夫大丈夫大丈夫です。ちょっと体勢がなんかな、前のめりだったけど。福田投げました。打ちました。三遊間の打球、一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。大瀬良この回もなんだかんだでヒット3本に抑えてんじゃん。8回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。これは完封させるか。今日はフォアボール。打った。あ、これね、無理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 。ちょっと無理っす今のは。さすがにいいバッティングを見せました。バッターは8番杉山。こっからだな。ここは踏ん張りどころだな。おお、見事。ピンチヒッターは代打。第6球は、あ、そうか、左バッターと右バッターでちょっと変わるんだね、守備位置が。さてさてさて、大丈夫か。第9投げた。初球引っ張った。おお、すげえすげえすげえ。これでツーアウト。ランナーは一塁二塁、変わりません。投球は3球目。投げた。打った。ピッチャー返し。阿部。あ、でも大丈夫。阿部自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。大瀬良、いやー、抑えたね。8回までが終了しまして、7対0。カープ7点リードは1点また入ってるし、リードで迎える9回です。今日は3安打猛打賞。これは、あー、入ってくるか。第2球投げた。ストライク。チェンジアップ。厳しい球でした。下の変化球2種類持ってるのか。これ待て、おお、際どいわ。ちょっとドラゴンズこの回はおい、大丈夫か。完全にスタミナ切れだぞ。これはもう交代だな。うん、しょうがない。右バッターボックスは2番。次は5球目投げた。打ちました。三遊間。大丈夫、 OK。 アウト。ワンアウトランナー2塁に変わります。投げました。打ちました。どうだよ。取った。スタート OK。 アウト。これで2アウト。ランナーは2塁、変わりません。代打高橋。さあ4球目変化球。お見事。カープ快勝しました。さて今日のヒントは勝利投手の大瀬良。8回無失点。本当に今日は大活躍でした。俺何本打った？2本か。なんだかんだで鈴木さんも、9回に打ってるね。この1点は26号ホームランだったか。そろそろ鈴木さんに並ぶな。大瀬良さんが11勝してたね。あ、スタミナスタミナ今どうだったっけ。あ、そうか、マンスリーラッカーね。わりかしクリアできそうなやつ選んだからな。スタミナが上がっていく。何これ、平成の怪物、勝ち星を10まで増やす。え、これだって10勝すればいいってことでしょ。これさ、え、ピッチャーとさ野手のさあれが混在してるね。デイリースラッガー、これじゃあちょっとピッチャーでいこう。平成の怪物1。怪物って言っても今10勝すれば怪物になるの？やっぱ20勝とかなかなかいないんだね。まあ飲み行きましょう。飲み行きましょうってさ、俺未成年か。飯かだから酒なんて飲んだらな、絶対もうニュースもんだからな。ちょっとマイデータで見て、自分のデータだっけ。あ、スタミナもう A になってるもんね。ちょっと強化項目をどうしようかな。急速だな。急
球速を上げていこう。詳細指示で球速、やっぱりジャイロボールでねバンバン仕留めていきたいよ。じゃあ今日は巨人戦3位かって言っても結構ゲーム差離れてると思うんだよね。田口、こっちは加藤、3連戦中とかだとねわりかし選手も覚えてくるんだけど、1回チームが変わるともう忘れるっていう。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは長野。1番はこれ長野でしょ。片岡、村田、陽、阿部、ギャレット、橋本、これは立岡、田口、わあ強いね、変化球が結構すごいね。第4球は打った、あれ今日坂本出てなかった、あいきなり抜かれたわ。ちょうどナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ここは振ってきました、ピッチャー前に転がした、テニスに来るね、アウト、ランナー二塁に進みました。全部村田先制のピンチを迎えます。投げました、打ちました、ファースト左横のゴロ、一塁送球、加藤取ってアウト。さてここなおもピンチが続きます。しのげるかな、投げました、打ちました、セカンド大丈夫だね、オッケー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 、掴んでこれで3アウトになります。カープこの回2アウト3塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。カープ2回の表、回ってこなかったか、これからジャイアンツの攻撃で阿部からか、アウトコース低め、空振り三振、まずは三振に切って取りました、投げました、インコース、おーすごい、いいね、2者連続三振、151キロ出るんだ、低めのボール引っ掛けた、セカンド、これも OK、 取ってこれで3アウトチェンジ、かなりいい立ち上がりだね。問題に抑えています。さて一塁にいるからちょっと打っておきたいね。おうおうおうおお、走る走った、これはちょっと視点が動かせない。鈴木さん足 B か、これちょっと狙い目だったけどな。で緩急持ちか、これはうお際どい、一気に追い込まれてしまった、三振も持ってるし、いやー上げてしまったな、距離は出ていません、取りました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。うん、うまく点を取ってくれたね。ただ1点を追いかけます。打ちました、三遊間のゴロ、あーこれボールは中継、ちょっと今日2回目か、三遊間、いいバッティングを見せました。別に三遊間が悪いわけじゃないけどさ、ファースト取って菊池取ってアウト、このパターンだね。ランナー二塁に進みました。カープ同点のピンチを迎えます。打った当たり、そこでのセカンドゴロ、アウト。でここを抑えればね、特に問題はないから。ランナーは2番片岡、カープ1打打ちました。よしオッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、アウト、3アウト、なんとかピンチを抑えてるね。さすがに3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0、試合はこれから中盤4回に入ります。フルカウントから打ちました、これはレフトへのフライだ、レフト大丈夫だよね、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。で、ようか。恐怖の核弾頭、よ、打った。これは任せた方がいい。お任せします。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番阿部。今日の第1打席はスイングアウト、打ちました。阿部、下がこれ取れる？いけるか？これは惜しい。間に合いません。ファールボール。投げた。膝元外れてフォアボールか。フルカウントから結局フォアボールです。ただ、もう2アウトだからね。気をつけていこう。これはファール。おお、怖いね。ランナー見た。投げた。もうカウントは3ボール。ちょっと大丈夫か。少し乱れてきたぞ。おお。ここはフォアボールになります。左バッターボックス。2者連続か。足が遅いねこの2人は。ちょっとマジでフォアボールフォアボールフォアボールって。投げました。打ちました、いい当たり。三遊間。おお、さすが。いい動きするね。カープこの回2アウト満塁のピンチでしたが、なんとか切り抜けました。いやピンチが続くけどなんとか抑えてる。こういう時にね点を取ってあげたいよね、やっぱり。いやこいつさマジ超際どいとこ投げてくんだけど。第2球投げました、外角高め、外れても1球外します。投げました、打ちました、どうだこれは、さらに伸びていく、センター目、おー入った入った入った、よし、これでだいぶ楽になったでしょう。この回の攻撃はラストバッターから始まります。変化球、いいね、空振り三振、バッターはトップに帰って、長野第3球を投げました、打ちました、三遊間抜けた、
ボールは中継。レフト大変だな今日。わりかしあの打球多い、ね。3打席目打ちました。セカンド左奥のフライになりました。セカンド取りました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第5球投げた、打った、引っ張った。ボールはレフトへ飛んでいきます。取りました。これで3アウト。結局1塁打。ゲームは後半に入ります。ようか。バッター恐怖の打った。これはちょっと。レフト本当大変だな今日。レフト誰？いいバッティングを見せました。左バッターボックスは5番阿部。ちょっと見てみよう。あ、レフト鈴木さんか。さあ5球目豪快に引っ張った。え、マジこれは、おお、ファール。投球はこれからの9球目。ほんと際どいのが引っ掛けた。フラフラッと上がった。取りました。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。投球はこれから6球目。打ちました。ショートライナー。おいいね。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第4球は外角低め、空振り三振。6回の表が終わって3対0。割かしランナーを出してるけど変わりません。なんだかんだで抑えてるね。かリードで迎える6回です。馬さん今日2打点を挙げています。これはねもう大丈夫。これ結構ねストレートが多いんで、さすがにねこれだけストレートを見せられれば対応もできますよ。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは打った、ライト落下点、ライト取りました。俺のところにあんま飛んでこないね。代打は相川。投げた、空振り三振。ボール球を振らせました。飛んでこないのは飛んでこないでそれでいいんだけど、7回までかなスタミナ的に。あ、来た来た、待って待って、また後ろ下がっちゃったよ。前じゃなくて前出ちゃったよ。スリーアウトチェンジ。加藤、鋭い当たりだったらまたやばかったな。ジャイアンツこの回は2番からの好打順。先頭バッターは片岡。ツーシーム、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。打った、当たり損ねはショートゴロ。これは大丈夫。一塁へ送る、アウト。これで2アウト。ランナーありません。おお、もうこれでもうダメだ。直球、空振り三振。もう完全にスタミナ切れたぞ。最後はカープリードで迎える8回です。宇都宮か今日4打点を挙げています。投げた、アウトロー際どい球、ボール。ここはよく選びました。第2球、ただ調子があんまりよろしくないね。スクリューはボール、カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目。低め決まってストライク。スラーブなんだ。第4球を投げた、打ちました。これは宇宙間へ持っていきましたが上がっちゃったね。掴みました。これで2アウト。ランナーあります。カーピッチ、さあいよいよ9回に入ります。一岡さん、トップバッターは阿部。投げました、打ちました。田中ボールを取る、一塁送球。 OK、 これでワンアウト。ギャレット、バッターは6番ギャレット。今日フォーク、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、打ちました。これはセカンドバッシュ。 OK、 アウト。試合終了です。カープ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名。本日2ホーマー、加藤さん8回無失点。てかうちのチーム全然失点しないよね。炎上したところ見たことないんだけど。2勝2敗2セーブ。加藤さんってもともと何なの。今日先発で出てたけどさ、2セーブとかもしてるよね。初の8連勝。またミカミックスかヒーローかよ。お、見てみろよ、もうお食いなんてしかとしろ。悪いことにはならねえって。今日の試合見ましたよ。本当？うわ、いや瞬間移動してきたんだけど。祝辞だ祝辞。一瞬で近寄ってきて、一瞬で連絡先を渡して、一瞬で去っていく。ミカミックス君って呼んでもいいんですか。そっか、最初そういやそうだったね。猫かぶってんだったね。お前には見せねえぞ、個人情報だからな。そう簡単に人に教えるわけにはいかないから、いくらお食いといえども。じゃあまあせっかくだから、じゃあ中尾アナと一回デートしますか。もらってね、すぐ連絡をする。まあ、食事ででしょう最初は。で、あんまりスーパーセレブコースとかほんと高えかな。
和牛ステーキ、和牛ステーキ、和牛ステーキ2連続はきついだろう。その後トリュフのパスタとかってだいぶボリュームがあるな。これどういう流れか分かんないけどさ、さも当然にさ、ごちそうさまでしたって言ってくるさ女性もどうかと思うんだよね。まあ今日はおごるよって言ったんだったら、まあ、別にいいけど、いや基本初回のお食事とかおごりますよ、おごりますけど、当然のようにごちそうさまって言ってくるのはね、ちょっとね、さすがに、まあ、せめて財布を出すさ仕草とかさ、それだけでもいいんでやってもらいたいけど、今日は雨か。まずは1回の表、先頭バッターは長野、投げました。雨で完全、まあ、試合する方も大変だけど、センターからファーストへ、観戦する人たちも大変だろうな。ノーアウトで先制のランナーが出ました。みんなレインコート着てるし、とか言ってるうちにまたお決まりのパターンだな。あ、これは OK、 おすげえすげえすげえ、送球それたけどタッチアウトしてゲッツーにした。この回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。今日のレフトは丸さんか、でライトが鈴木さん、そして俺、大きな声援が聞こえます。あーっとキャッチャー取れない。俺こういうのってどかなくていいの？ボケーっと突っ立ってるけどさ、いや何もできないんですよ。動けなかったんだけど、次の投球スライダー見送ってストライク、毒もんじゃないの。第3球を投げました。これはあー怖い怖い、山口153のスタミナ A で投げました。打った、センター方向に持っていきましたが、センターバックしていった、掴んでこれで3アウトになります。チャンスを生かしきれなかったな。2回の表、あ、今日坂本出てるね。攻撃に入ります。この回の打った、ちょっとこれは中間のフライ、大丈夫か、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番阿部で、5番が阿部か。投げた、カットボール、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、打ちました、三遊間の当たり、これも OK だね。サードから一塁送球、アウト、3アウトチェンジ。ヘーゲンズ3人でピシャリと抑えています。今日ヘーゲンズか。3回の表1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、ストライク、見逃し三振。バッターは8番橋本、現在の打率は2割2分、左に弱いのか。アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー山口、ボールが3つ来てるけど、これは初めてストレートのフォアボールか。第2球、そこから1番バッター、セカンド左横のフライになりました、うん、大丈夫か。取ってこれで3アウトチェンジ。3回の表が終わって、結構降ってるよね雨。これ1点リードは変わりません。中心なんないのかな。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは片岡、外角低め、見逃し三振。次は4球目、投げた、これは引っ掛けた、ショート前方のフライになりました。で4番が坂本だよね。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番坂本、第1打席はレフトフライに倒れています。打ちました、これはファースト正面。 OKOKOK、 エルドレッド1塁踏んでアウト、3アウトチェンジ。ピッチャーが特に大変だよな、雨だとめっちゃ投げづらそう。カープリードで迎える4回です。山口ね、第1打席は打ちづらいんだよなとか言いつつ、高めのストレートは逃さない。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターはストレート、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。直球、お空振り三振、見事見事で、なんだかんだでまだ5回0点だからね。バッターは7番ギャレット、今日打った、取りました。これで3アウト。うちのピッチャー陣のちょっと防御率みんなすげえんじゃないのこれ。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは橋本、打った、ピッチャー返し、どこ行ったボール、全然見えなかった。あ、待って全然見えなかったんだけど。ただこれは手堅く来るね、やっぱり。一塁へ送る、アウト、ランナー二塁に進みました。1番か、ちょっと怖いね。打ちました、あーマジか、取れなかったか今の。これは犠牲フライありえるぞ。捕殺しよう、捕殺、ピンチが続きます。捕殺準備、外れた、フォアボールか。ピッチャー、あー変わったね。マウンド上は今村、今村さんだ。バッターは3番4、今村さんこれで盗塁できるぞ。打ちました、三遊間、うわーマジか、2塁ランナーそのままホームへ向かった。3対1、続いて2塁ランナー、あー2点取られた。ジャイアンツ2点返しました。で坂本か、マジか。今日はレフトフ
これは打ちました。これはいい当たり。うわー、いった、逆転スリーランホームラン。今村さんが打たれてしまった。多分これこのまま下ろされるな。念願の盗塁ができなかったね、残念ながら。いやー、坂本に打たれたね。あー、まだ投げるか。でも怖い。第4球を投げました。アウトコースボール。せめて俺ができることといえば点を取って負けをつけさせないことだな、ヘイゲンズに。ショートバウンドボールを掴んだ。一塁送球、菊池さん。これで2アウト、ランナーありません。打ちました。これは宇宙間へのフライ。今日鈴木さんだっけ。アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって5対3か。2点をリードされています。これはジャイアンツ盛り上がるね。ただこれで一振りで同点にできるからな。感謝しろよヘイゲンズ。とりあえずこれでヘイゲンズの負けはないよね。7点と7点になってるし。あれ、俺変わった。あ、奥井が出てる。奥井がなんで俺変えられたの。ちょっと暴言吐いたかな、先輩に対して。感謝しろよとか。いやー、でも一応ヒーロー選ばれてる。ご覧いただきました一戦は7対5か、2点差で勝ちました。今日はヘイゲンズさんに飯をおごってもらわないとね。勝ち投手誰になったんだろう。あ、今村さんにな。今村さん、これさ、棚ぼただろう。まあ、自責点がいくつになってんだ。5点全部多分自責点じゃないと思うけど、何点だっけ。自責点3とかありそうだけどね。ちょっと途中経過を分かんなかったけど、これはちょっと今日みんなに感謝してもらわないと。相澤さん相澤さんよく分からんな。活躍はしたね、確かに。そうすると、あ、また登板日がずれてるね。じゃあ今回は、これで終了して、次回はこの次巨人の3戦目から、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。